どうも大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説するといったチャンネルになっております。ということで今回もやっていこうと思いますけどもですね、いつも、この YouTube チャンネル見てくださってる方ならわかると思うんですけど、もう全然違うんですね、環境がね、全く違うと。それでですね、いつもマイクを使って喋ってるんですけど、今日はですね急遽ですね、こういう状態になった、なぜかというとですね、引っ越しの方僕、いたしまして、ですね今日がですね、めちゃくちゃ、引っ越しの荷物を運んで、いろいろやって、こう手続きとかいろいろやってっていうところで、配信もですね結構こんな時間になって遅い時間でね、大変申し訳ないなと思ってるんですけども、今回は、まあ、本当に毎日配信することは目標なんで、ちょっとねギリギリ今日も配信ね、こんな形になってしまいましたけどもね、でいずれですね、もうちょっと整理片付いたらですね、ちゃんとこの YouTube 配信するような、場所をキープして、そこからですね音楽について配信していこうと思いますけども、本当に、ありがとうございます。本当はこんな感じになっちゃって本当に申し訳ないんですけどもね、今回ですね、ちょっと男の一人ロマンといった、そういったテーマでお話ししようと思います。男の一人ロマンというと、やっぱり僕もねこの一人旅とか一人旅行とかですね、あと一人飯もそうなんですけど、あと一人ドライブ、こういったものがすごく、好きなんですよね。でそうなってきた時に、なんかいつもその一人旅をする時とか、いつもどんな曲聞くんですかっていう、結構そういった、質問があってですね、毎回一人旅とか一人ドライブとか、する時に欠かさず聞いてる曲、いっぱいあるんですけどもね、それこそ浜田翔子さんもあるし、それこそ尾崎豊さんのこの間紹介した、ドライビングオールナイトとか結構聴く曲は結構あるんですけども、欠かさずこれは絶対聴くよという曲があります。それが長渕剛さんのジープという曲でございます。これはですね本当に有名ですよね、長渕剛さん。僕長渕剛さんの動画を結構出してたりとかしてます。長渕剛さんの影響で僕が一人でね、インドに行って、長渕剛さんのガンジスという曲をきっかけにインドを放浪したりとか、そういったぐらいですね長渕剛さんにめちゃくちゃ影響されていると。曲も大体知ってるんですけども、そんな長渕剛さんのジープについて今日はちょっとお話ししていこうかなと思います。ジープという曲はですね、そもそもですね、ジープというアルバムに入ってるんですけども、そのアルバムの先行シングルとして、出されたわけでございます。このジープはですねすごく男一人の男のね、なんか考えてることであったりとか、男のなんかそういうね、なんか過去の、なんかそういったわだかまりから、なんかあいつを許してやろうじゃないかみたいな、なんかそういったね、かっこよさみたいな、そんなのがめちゃくちゃ、使われてる本当にね最高な楽曲でございます。ちょっと歌詞を紐解いていこうかなと思います。ワークブーツに履き替え、赤いジャンパー引っ掛け、夜明け前の湾岸道路を俺は西へと走らせ、背中に街が遠ざかり、背中に人が遠ざかり、俺の前にはただ風が吹いている、フロントガラスの向こうからやっと太陽が昇った、俺はできたばかりの歌をカーステレオから流した、深く息を吸い込み、そいつを吐き出したら昨日までのざわめきが笑い始めた、ということでですね、本当かっこいい男って感じですよね。ワークブーツに履き替えて、赤いジャンパー引っ掛けて、夜明け前の湾岸道路を俺は西へと走らせっていうね、湾岸道路って東京とかね、結んでるところなんですけど、そこを西へと走らせ、海を見に行ってる男ですよね。多分これは夜明けのねところですよね。なんかこう多分日常とか人間関係とかいろいろ多分わだかまりがね疲れて、恋愛で失恋したとかね、そういうのいろいろあると思いますけども、そういった中でこうね疲れた自分っていうものをですね、なんか無性に癒したくなって、そしてその情熱とともに車にねキーを差し込んで、そして、ワークブーツに履き替えて、赤いジャンパー引っ掛けてね、夜明け前の湾岸道路を、西へと走らせる、これがねめちゃくちゃロマンなんですよね。こういうね、例えば浜田翔吾さんの J ボーイとかもですね、彼女をベッドに残してバイクのキー差し込み、風を切りとかね走り出すみたいなね、なんかそういう描写ありますけど、なんかわかんないけど夜明け前にこうドライブするっていうか、夜明けとともにこうね、なんかこの朝の4時とか5時とか、それこそねその時にドライブするってなんかねロマンでもあるんですね、男のロマン。ここだけのこの歌詞を取っただけで、あやっぱかっこいいなと思ったりとか、もう僕も本当に真似しましたもんね、朝起きてね。そんなぐらいですね、本当に男の憧れが詰まってますけどもね。そして東京からね遠ざかる、東京っていう街っていうのは、なんというかこう悲しげにねよく音楽の中で象徴されたりとかしますよね。なんか人がいっぱいいて、本当になんかそのなんか、騙し合いがあったりとか、なんか人間関係は疲れてしまう、そういったところのちょっと悪いイメージっていうかね、東京って、そういうところから背中に遠ざかると、そういったところから逃れて、で背中にいろんな人が遠ざかって、そして誰もいない海へと走っていくんだということですよね。フロントガラスから向こうからやっと太陽が昇ってきて、ようやく朝焼け、僕もね本当朝ですね、暗い中ドライブして朝焼けがねこうね日が昇ってきた時、見た時めちゃくちゃ感動するんですよね。なんかわかんないですけど、なんか生きてるなーって感じするんですよ。太陽のね 日の出とともにこう車走らせてるとね、土砂がここで描かれてる。そして俺はできたばかりの歌をカーステレオから流したと、
いうね、まあ、これもですね、まあ、本当にミュージシャンならっていうか、まあ、ミュージシャンっぽいっていうかね、感じありますけど、まあ、僕も一応音楽自分で作ってるんで、自分の曲をね、車でかけてですね、曲を聴きながら行くっていう、これもね、なんか、なんていうかな、自分がものづくりでも何か作ったものを改めて自分で聴きながら行くっていう、これもなんか、一人だけの空間じゃないですか。別に音楽じゃなくても、なんかね、ドライブしながら自分のなんか作ったね、言葉とか思い出してみたりとか、自分の作った絵とか思い出してみたりとか、まあ、音楽っていうのが確かにドライブにはすごく合うんで、まあ、すごくこの一人のロマンって何かっていうと、こう自分が作り出したものとか、自分のね、なんかこう、なんか内面から出てきた作品っていうものを改めて自分でこうなんか考えてみるって、これがまたね、すごくこのドライブの必見というかね、まあ、そういった一人の空間にすごくロマンでもある、まあ、そんな感じの、ね、詩だと思います。そして、息を深く吸い込み、そいつを吐き出したら、昨日までのざわめきが笑い始めたっていうね。なんかこう、昨日までいろいろモヤモヤしてたりとか、ちっちゃなことで、些細なことでイライラしてたんだけど、そうやってね、なんかこう、息を吸い込んで、朝のなんか透き通ったこの空気を吸って、そして海のね、なんか潮風の匂いとか、そういった自然に触れることによって、なんか生きてるなっていう感じあるじゃないですか。なんか人間の悩みって結構ね、そのなんか自然を見たりとか、その自然の朝の空気とか、そういったところに触れると、なんかこう、なんかセロトニンとかね、まあよく言われる、まあそういった物質がですね、どんどんこう活性化していて、なんかこのなんか悩みとかね、憂鬱な気分というのが吹き飛ぶっていう、まあそういったね、なんか話とかもよく、僕本とか読むんで結構あったりするんで、本当にそのことをね、まさにこの歌で言ってるのかなと思います。そしてオーマイジープ、悲しくてやりきれなかった、オーマイジープ、愛されていなかったのかも、オーマイジープ、不安ばかりの夜だった、オーマイジープ、俺は今海を見に行くところだ、ドライビングウィズマイジープ、ドライビングウィズマイジープっていうね、まあジープっていう、まあ車ですよね、まあ本当に車のね、もう男の憧れのね、なんかこうなんかアウトドアする時のなんか車みたいなね、やっぱジープ乗ってるとめっちゃかっこいいみたいなのありますけどもね。そしてこのジープと共に、なんか相棒と共に、このジープという車の相棒と共に、悲しくてやりきれなかったとか、なんかすごく人間関係で疲れたとか、失恋しちゃったとか、そういったことがどんどん頭によぎっていって、過去のこととか、その自分のわだかまりみたいなものを思い返して、でそれでなんかちゃんと整理できるっていうかね。やっぱ一人の空間って、なんか自分のモヤモヤとかって、なんか家の中に閉じこもってても、多分モヤモヤって不安でね、漠然として何か、なんかこう、なんか特に得体の知れない何か、特に理由がない不安っていうのがずっとつきまとうんですけども、こうやって朝とかのこのドライブしたりとか、自然の空気に触れることによって、なんかこのね、なんかこう自分の何がなんか良くなかったとか、自分が改めてどこがね苦しいのかとか、そういったところがすごく、なんか整理できるっていうかね、そういうのがすごくこうなんかここの歌でも描かれてるのかなと思います。で、海はやっぱり光ってた、砂浜を野良犬が走ってた、ずっと遠くで船がゆっくりと動いてた、ウェットスーツの若者が朽ち果てた流木と戯れ、俺は無性にコーヒーが飲みたくなった、俺はジープを止めた、シーズンオフのドライブイン、コーヒーを飲みながらやめてたタバコに火をつけた、窓ガラス越しに打ち寄せる波を見ていると、もう一度自分を信じてみたくなったと、まあ、いう歌詞でですね、すごくいいですね。こう海の本当に情景描写っていうのが見えてくるわけですよね。で、こう遠くで船がゆっくりで動いてるっていうね、この朝の綺麗な空間ですよね。そしてまあそのウェットスーツの若者がスーツをね、なんかサーフィンをしていてですね、なんかそういう情景っていうのがここで出てきますけどもね。そしてなんか無性にコーヒーが飲みたくなった。で、ここがね、まあ本当ポイントなんですけども、このコーヒーは無性に飲みたくなるっていうのは多分空間に酔いしれてるところなんですよね。コーヒーが無性に飲みたくなる、そのなんかもうね、遠くで船がね、なんかボーっといて、そして若者がね、なんかウェットスーツで戯れていて、そんななんか綺麗な海というものを見ていると、なんかコーヒーが飲みたくなる、ここがすごくなんかね、なんか男のロマンだなって感じたりするんですけどもね。はい。そしてコーヒーを飲みながらやめてたタバコに火をつけた、ここもね、なんかね、こうやっぱりこう気取りたくなっちゃうとか、なんかね、こうなんかなんかそういった自然を見ると、なんかね、コーヒーも飲んで、ああいいな、あ、なんかやめてたけども、なんかもう一服してみるかみたいな、こう自分自身というものにちゃんと向き合うというか、自分をこう演出してるというかね、そういった気分になるのがやっぱりこう自然とか海なのかなと思いますけどもね。ドガラス越しに打ち寄せてる波を見てると、もう一度自分を信じてみたくなった。いや、なんかね、こう改めてやっていこうじゃないかとか、悩んでたこととか全て忘れてね、なんかこれからまた人生やり直していこうか、もう自分を信じてやっていこうってことがですね、まあそういったことのこうなんかポジティブになるんですよね。まあ、そんなことが描かれてるのかなと思います。まあ、本当に一人のロマンというか、男のロマンを体感できるめちゃくちゃ最高の曲なので、ぜひ皆さん聴いてみてください。ということで、今回こんなバタバタして申し訳ございません。ということで、今回以上です。ありがとうございました。